この組には真はいないな。なんだと？俺もケンシロウと同じ隠した組なのか。気に入らねえ気に入らねえ気に入らねえ。どいつもこいつもぶちのめしてやるわ。何より優れた弟なんぞいねんだ、ケンシロウ。貴様、俺の格の違いを見せてやる。つまらぬけど、お前はもう死んでる。お前はもう死んでいる。我が剣は風を飛ぶとし、風の中に真空を走らせる。相手を見て喧嘩を売るべきだ。また墓標のない墓穴を増やすぞ。ケンシロウか。その件確かめたいと思っていた。行くぞ。ケンシロウ、どこにいる。俺と勝負しろ。お前は死んだ。俺もお前と剣を交えたかった。ケンシロウに勝利し、
ユリアに俺のことを認めさせる。こんな無様な。この悲鳴はユリア、助けに行かなければ。ボルト君、気づかれてしまいました。ですが、ここから先へは通せません。始末してやるわ。なんと極性は小生のみ。なんとユリアを狙っていたのか。
てめえだけには絶対絶対負けるわけにはいかねえんだ。伝承者の資格を問うこの試合ですよ。武器に頼るのか邪気よ。あなたと手合わせできること嬉しく思う。あくまで手合わせか。本気で私を倒すつもりで来い、ケンシロウ。北斗の長兄よ、伝承者候補として悔いのない戦いをしよう。そんな甘ったれた姿勢ではうぬに伝承者としての資格などないわ。兄弟すべてを制したが見事な剣であった。ユリアがラオウに襲われている。急がせ剣士郎。ああ、ラオウを倒しユリアを取り戻せ。つまらぬ。お前はもう死んでいる。万人が認めても。
このラオウだけは認めぬ。これ以上俺に関わり合う。資格はない。お前はもう死んでいる。ゼロ、俺は今機嫌が悪い。喧嘩を売るべきだ。俺はまた帰ってくる。お前など俺の敵ではないわ。ユリアは必ず守る。総督と対立する奴の村だ。嵐、殺せ。つまらぬけど。弱いやつほどよく知る。相手を見て喧嘩を売るべきだ。
られる。お前らに今日を生きる資格はない。味方よ。こんな化け物に勝てっかよ。チンピラの始末にこのシーナ様が手ごろねえとなんねえとはや。相手を見て喧嘩を売るべきだった。北斗の剣の使い手ならばどうする。お前は死んだ。貴様を倒し救世主について聞かせてもらう。お前は死んだ。お前は死んだ。対立する奴に味方する気か。ブラクチン、撃ち殺してやるわ。行け。なぜ殺さぬ。俺は俺を待つ女のもとに帰らねばならぬ。お前の目にお前を待つ女が見える。だからだ。